はい、どうも坂です。今回ですけども、こちらクラッシュボックスの5万点の取り方っていうのを、皆さんに共有していきたいと思います。でなかなかね、こちら5万点取れないっていう方多いと思いますので、この壊し方と、壊し方のコツ順番っていうものを共有できたらなと思いますので、見ていただけたらなと思います。はい、ではまずはじめに右にお向いてもらうと10秒のボックスがあるので、こちらを破壊して、で基本的に5万点取るには全部破壊する必要があるので、順番に順序よく破壊していく必要があります。でこちらの1500のボックスは手裏剣を投げた状態でつむじ風を起こすと破壊しやすくなります。で HTB のゲージが必要になってくるので、溜まっていなければ他のボックスを破壊しながらATB のゲージを貯めて、つむじ風を起こしてという流れになります。ちなみにオレンジは物理で、紫は魔法で破壊しやすくなります。次に1500のボックスが3つ控えているので、ここでできるだけ ATB を稼ぎます。で、ここで1つ目の ATB を使ってつむじ風を起こします。で、こちら裏にもう1つあります。で、また ATB を稼がないといけないので、100と200を破壊して、で、ここでつむじ風を使っていきます。でとりあえず真ん中の1500、2つは無視して、10秒の先に200とで1500がもう1つあるので、ここでもう1つつむじ風使っていきます。とりあえず左は無視して右側に進んでいきます。この先に3つ10秒のボックスがあるので、先に時間切れにならないように進んでいきます。でまた ATB を貯めないといけないので、先に10秒のボックスと100を破壊していきます。で、溜まったら中央のこのボックスをめがけて邪気退散レベル3を打ち込むことで周り全部破壊できます。で、ここはタイミングもあるんですけども、ひたすら三角を押して手裏剣を投げ飛ばします。で、ちょうどここでまた溜まるので、手裏剣を投げた後につむじ風、割れないときはもう一回手裏剣投げます。で、真ん中を無視して、ここで10秒のカウントを先に取って、ATB を貯めつつ、100と200を破壊していきます。で、ここでつむじ風。で、最後、中央に2つあるので、手裏剣を投げてからつむじ風で5万点。で、5秒残しっていう感じですね。はい。では、こんな感じで参考にしていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。